6話、朽ちた会社跡地。丸山商事が不当たりです。何？山の繊維さんが今すぐ支払いをしてほしいって。山野は来月末支払いじゃなかったのか？山毛コットン片井誠司さんから出荷停止の連絡が。これ以上支払いは待てないと。銀行、三三銀行に融資を頼んでくれ。お願いします。あと400万。なんとか融資してもらえませんでしょうか？社長、ここらが潮時じゃないですか。今なら会社の土地やら機械やらを売り払えば、なんとか債権者さんに迷惑をかけずに。会社が倒産すれば従業員が路頭に迷います。お願いします。あと400万融資お願いします。できません。それと今まで貸し付けた融資を引き上げさせていただきます。なんとか何でもいたします。なんとか。一つ方法が。あの男を殺すのです。己の不甲斐なさを悔いる悪、邪気倒産。見つけたぞ。